楽しいか？何？ここでの暮らしは？バカかい。楽しいわけねえよ。長谷川浩介が再び脱獄を試みました。イエス！長谷川の行動が他の囚人たちに悪い影響をなるのはわかります。しかし、てめえが何にもできないくせに、俺を都合のいいように出しに使ってんだぜ！あんたが必要な時にここにいなくても笑って許してあげたのは誰よ。ゴンスケがエスケープマンじゃなくてもいいんじゃないかな。外へ出した？バカ者！そいつが長谷川の